し必死にかけた生涯でございました。我が名は池田恒興なり。よし、お化けのためにし全てをかけた忠義の男、人の俺を鬼の柴田と恐れる柴田勝利。信長様が清将から出陣し見事今川義元を倒した他の有名な桶狭間の戦いから始まります。無事清将にお戻りになりました信長様の目は天下統一への自信に満ち溢れておりました。その数ヶ月後清将では徳川家康の徳川家と呼ばれます。桶狭間の戦いまで敵方であった家康が命がけで清将に入り信長様と結んだこの同盟は生涯破られることはありませんでした。我らが信長様は天下統一へ、しかしあと一歩で天下というところでかの有名なあの事件が起きるのです。だが我が家臣たちは方々に散り俺のために命を懸けて戦ってくれている。あと少しで天下が取れ戦のない世が作れる。おのおよ、この戦が落ち着いたら海を渡ろうぞ。異国の綺麗な服うまいものをたくさん買うてやるぞ。信長様、私は異国へなど行かなくても信長様のおそばにいれれば幸せにございまする。欲がないの。俺はこれから光秀の応援に回る。光秀殿も言うなどいらん。あいつは命かけで俺に使ってきた。腹が立つどころか心が高揚しておる。あいつと戦えると思うとな。でもすまんな、おの異国の綺麗な服こうてやれんで。いやせ10年ほどの兵を連れ、斧をはじめとする女たちを裏門から逃がしてやれ。やつの狙いはこの俺だ。急げ信長様。斧、親父、マムチの親父、天下夫婦、あと少しというところで。だが俺には命を預けてくれる仲間がいる。ゴルノ君、親方様、猿、親方様、犬、親方様、頼んだぞ、俺の夢、皆の夢、戦のない世、明智光秀、ぜひもなし、お相手いたぞ。
禁止だ。